脂肪が燃える眠り方については300キロカロリー燃えてるんですね。実はちゃんと寝てないと300も燃えないんです。こんにちは、マインドフルヘルスの山下明子です。今日は脂肪が燃える眠り方についてお伝えしていきたいと思います。マインドフルヘルスでは眠れない、痩せない、疲れが取れないっていう方のお悩みを解決するお手伝いをしています。今日は脂肪が燃える眠り方なんですけども、眠っただけで体重ってちょっと落ちませんか？私は朝夕必ず体重を測るんですが、寝る前に測った体重よりも起きた時の体重の方がいつも減っています。しっかり眠ると体重って減るんですね。その間に行われているのは脂肪が燃えているんです。どういう流れで燃えているのか、そしてどのぐらいのエネルギーが夜寝ている間に燃やされているのか、そしてどんな風にすれば効果的に脂肪を燃やせるのかについて順番にお伝えしていきたいと思っておりますので、最後までご覧ください。ではまずどのぐらいのキロカロリーが寝ている間に燃焼されるのかということなんですけども、300キロカロリー燃えているんですね。300キロカロリーっていうと軽くお茶碗2杯分ぐらいあります。300キロカロリー脂肪が燃える、この役割を担っているのが成長ホルモンなんです。成長ホルモンといえば骨とか筋肉とかを作る役割をしてるんですけども、実は代謝にも深く関わってるんですね。代謝というと取り込んだ栄養素をエネルギーに変えていく仕組みです。例えばタンパク質とか糖質とか油とかですね、体に入った分を代謝していってくれる、これを手伝ってくれてるのが成長ホルモンなんですけど、特にエネルギーが入ってきてない時、何も食べていない時、つまり夜寝ている時ですね、そういう時に成長ホルモンは溜まっている脂肪を分解して有利脂肪酸というのに変えてエネルギーに変えてくれてるんですね。それでこの成長ホルモンが300キロカロリー燃やしてるんですけども、実はちゃんと寝てないと300も燃えないんです。短い睡眠で長い期間行ってたら、睡眠不足の間、例えば100キロカロリーぐらいしか消費されていないとします。そうすると通常では消費されているはずの200キロカロリーが体に脂肪となって溜まっていくわけです。この200キロカロリー分が例えば1ヶ月間30日続いたら6000キロカロリーになりますね。ダイエットとかも頑張ってるのに、運動もしてるのに、睡眠不足だっていうだけで1ヶ月に6000キロカロリーも溜め込んでしまうんです。睡眠不足って本当に太る元なんです。分かっていただけますでしょうか？じゃあどのぐらい寝たら300キロカロリーちゃんと燃やせるのという話なんですけども、結論から言うと最低でも5時間です。でも5時間睡眠というのは全然十分ではなくって、理想としては7時間から8時間ぐらいしっかり眠ると代謝も上がり、成長ホルモンの働きを促してくれるということになっています。これを見ている皆さんの中では、私は7時間ぐらい寝てるんだけど、5時間とか最低でも寝てるんだけど、なかなか脂肪を燃えてないというか痩せないよという方もいらっしゃると思います。もしかするとそういう方は眠り始めの質があんまり良くないかもしれません。実はこの成長ホルモン、寝始めてから3時間ぐらいがしっかり成長ホルモンを出してくれる時間なんですね。なので最初の3時間いかに深く良い睡眠をとるかっていうのがとっても大事なんです。じゃあどうやってこの最初の3時間深い睡眠とか成長ホルモンが出やすい状態の睡眠に持っていけるかというと、まず1つ目のコツは朝早い時間、例えば8時とか9時ぐらいの間に日光をしっかり浴びることなんです。日光を浴びると脳にセロトニンというホルモンが出やすくなってきます。セロトニンホルモンは夜寝るときにメラトニンに変わっていきます。このメラトニンが質の良い眠り始めの状態を作ってくれますので、朝日光をしっかり浴びることで最初の3時間の眠りの質がとっても良くなります。さらにちょっと体を動かして体を適度に疲れさせておくのも大事です。そして忘れていけないのが、眠る前の 1,2 時間の間デジタルデバイスはできるだけ使わないことです。せっかく増えた眠りのホルモンメラトニンがデジタルデバイスを見ることによってすぐにブロックされてしまうので、寝る前の最低でも90分ぐらいはデジタルから離れた状態で過ごすのが理想的です。これが難しいなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、深い睡眠を得て痩せやすい体にするためにはぜひ実践していただきたいと思います。今日のお話は眠ることで脂肪が燃えるという話ですね。なぜ燃えるのか、どのぐらい燃えるのか、そしてその原因となっているのが成長ホルモンなんですけども、成長ホルモンをしっかり出すいい眠り方をするためには、朝太陽光を浴びる、少し運動する、寝る前にデジタルデバイスから離れる、この3点守っていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。評価ボタンもぜひポチッとしてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。